進撃の巨人24話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタンよろしくお願いいたします。通知ボタンマジで大事なんで、あのベルマークね、ぜひとも皆さん押してくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。アルミ、うわ、私が、うわ、出た、いい人でよかったね。アヘ顔アニスケ、賭けに勝った。アヘアニ、顔が見えねえ。見えた、私が賭けたの。アヘってない、ここからだから。アヘってない、怖い顔になってる。いやうわ、この人なんか一瞬見るとなんかあの太っちょに見えるから、太っちょがローリングしてなんか近づいてきてる感じ見えるんだよな。ちょっと一瞬長寿みたいな、長寿がゴロゴロゴロって言って、うわー完全に絶望だな。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。うわ、仲間と思ったのに。ポニー、うわー、信じたくないよね、信じたくないけどこれが現実なんだよな。辛すぎるわ。うわ、読めねえ。慈悲、慈悲、読めた。ストヘスク、ストヘスクって読めづらいよね。ストヘスクってなんか一瞬噛みそうになる。数日前、おお、バレた瞬間か。おっせえな。おお、気になる。エルヴィンの野郎ども。おお、気になる。あ、でも違うか。戻ってからか。憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。ああ、戻ってからだね。戻ってからだ。戻ってからだ。バレたのはもっと前やろ。クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。またクソか。兵長。おお。今日はよく喋りますね。おお。俺はもともと結構喋る。それはウケんな、自分で言ってんの。足か。いやー、すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。まあ悔やむよね。言っただろうが、結果は誰にもわからんと。ここなんだかんだいい感じじゃん。遅れて申し訳ない。おお、お前ら、おお、 あのどういうことだ。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。あ、ここで確定か。アルミンと話してね。今度こそ確実に捕らえ、はいはいはい、戻ってアルミンと話して、うん、確定だってことだね。作戦の結果を漁った。いや、マルコすげえな。ああ、我々が王都に、なんかコメント欄で僕もらったんですよね。マルコの死は無駄ではなかったっていうことを言われてて、で、まあそれがここにこういう風に来るんだなっていう。だから立体起動装置を奪われた、死んだことによってそこで奪われて、でそれを使ったからアルミンにバレたっつうことやんね。いやー、すごいな、伏線というかなんというか、半端ない、半端ない、うまいわ。作戦の決行はあさって、はい、場所は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクだ、うん、おう、ここが最初で最後のチャンスとなる。ここを抜ければエレンは王都に引き渡され、壁の破壊を企む連中の追及も困難になるだろう。おう、引いては人類滅亡の色が濃厚となる。我々はこの作戦に全てをかける。最後の戦いだね。作戦はこうだ。ストヘスクを通過する際、うん、エレンがおとりとなってこの地下通路へ目標をおびき出す、はい、最下層まで連れ込めばサイズと強度から考えて、たとえ目標が巨人化しても動きを封じることは可能だ、はいはい、確かに。だが万が一その前に巨人化した場合、クラサ以前にな、君に頼むことになる。おお、はい、街の中でダブル巨人はパネだ。肝心の目標はストヘスクにいることは確実なんですか。キッズ、目標は憲兵団に所属している。うわ、それを割り出したのはアルミンだ。天才だよね、アルミン。生け捕りにした2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。うわ、ちょっと待ってください。まあでも立体機能ガス、そのメガタの巨人と思わしき女性の名は、完全にメガタだよな、やったの。ちょっと2体を潰したの。うわー、かわいそう、かわいそう。レオンハート、いやー、レオンハート、バイオ4がリメイク来るな、レオンだけに来たか、もう関係ねえ、関係ねえ。あー、かわいそう。しまった、変身するだけで死者出るわな。うわわ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 わ。兄も頭いいんだよ。メガタの巨人と戦う。うわ、エレンは予定通り巨人になって捕獲に協力してもらう。つらいね。いいのね。おい、まだ整理できてないね、エレン。悲しむ異性。地上覚悟は失敗したのか。失敗しました。残念ながらな。次の作戦に移行してください。こいつマジでなりふり構わずだな。これはとりあえずエレンだけは絶対回収しようってやつだね。踏み抜いた。もうここにだって入れないもんね、こいつ。うわ、助けないと。エレン、無理だろ。どう見ても無理だろ。ミカサ、助けれねえよ、死んでるからな。メガタのやつ、エレンは死んでもいいっていうの。
かけたんだ。ああエレンは死なないことにかけて穴を開けた。やべえな。めちゃくちゃだけどこうなったら手強い。うんそうやね。でもこういう時に、ね、なんか変に死に物狂いでエレンを奪うつもりだ。ゲームとかでもあるんだけど、覚醒するといくらここやばいよねっていうピンチに飛び込むとしてもなんかいけちゃうんだよ。でいけるビジョンが見えてるからそこに突るんだよね。なんかあるんですよ。だからこれもある意味それなのかなと思うんだよね。適当にいけるやろじゃないんだよね。いや絶対いけるぐらいの退路を塞がれた感じだろうね。立体軌道で素早く確証ないけどその瞬間を狙われるだろうね。超きついよ。ずっとここにいてもいつ踏みつぶされるかわからない。モグラ叩きやな。俺が何とかする。出てこんねえけど。あの時大砲不正だみてえに。おう、こっちに来い。ところがいけるかそれは。行くぞ、離れんなよ。やんのか今ここで。ならんのかい。またかよ。目的もあるやん。そんな力使いすぎだろ。なんでこんな時に。兄みたいになんかちょっとできたらいいけどね。巨人になれないんだっけ。もう一度イメージしよう強く、うん、やってるけど。マジでこれ痛いの分かるから超きつい。まだ兄と戦うこと躊躇してるんじゃないの。そういうことか。それだエレン。まさか顔怖えよ。この後に及んで兄が女型の巨人なのは気のせいかもしれないなんて思ってるの。思いたいよな。思いたいけどもう無理だろ。目の前で何を見たの。顔、仲間を殺したのはあの女でしょ。まだ違うと思うの。怖えよ。うるせえな。俺はやってるだろ。いや兄が女型の巨人。なんでそう思うんだよアルミ。あ、女型の巨人は最初からエレンの顔を知っていた。ああそれに同期しか知らないはずのエレンのあだ名。そこだよね。死に急ぎ野郎に反応を見せた。そこですよね。何より大きいのは実験体だったソニーとビンを殺したと思われるのが兄だからだ、はい、立体軌道だ。なんでそんなことがわかる。あの2体の殺害には高度な技術が必要だから、使い慣れた自分の立体軌道装置を使ったはずだ。だから装置の検査があったろ。ああはいはいはい。兄は引っかかってない。そういうことね。あの時兄が出したのはマルコのだ。うわ、だから追及を逃れることができた。だからこの目線か。だからこの目線か。どうしてマルコが出てくる。うわ細かく、こんなわかんねえよ。やば、見間違いじゃないのかって思いたいよね。あれは確かに見覚えがある。おいガキ、それはもうわかった。他に根拠はないのか。ありません。兄は目型と顔が似てると私は思います。いや似てるよ。めっちゃ似てるよ。何言ってんだ。なんで誰も突っ込まねえんだよってレベルで。つまり証拠はねえがやる。いやいや髪型髪色なんとなく顔似てるよ。なんでやるんだ。どうすんだよ兄じゃなかったら。兄じゃなかったら兄の疑いが晴れるだけ、うん、そういうことですね。そうなったら兄には悪いと思うよ。でもだからって何もしなければ、うん、エレンが中央のやつの生贄になるだけだ。これ本当に大事だからね。兄は疑うだってどうかしてる。エレン、うん、気持ちはわかるけど。兄と聞いた今思い当たることはないの。やるしかないよ。と思い当たることあるんだよな。あるんだよな。顔つきもまんまじゃねえかよ。格闘戦を交えたのなら兄独特の技術を目にしたりはしなかった。しかも倒されてるよねエレン。エレン倒されてるよね。うわえぐ。うわ硬質してるわ。硬質してバチコンだもんな。いや分かってるんでしょ。完全やん。女型の巨人が兄だってこと。いやだから怖えんだよ顔。まあエレンの気持ちもわかるよ。戦わなくちゃダメでしょ。からのライナーだろ。たまったもんじゃねえよ。何か特別な感情が妨げになってるの。おお、それはそれでまずいね。それはそれでまずいね。それはそれでまずいね。おおって聞こえてるもん。僕と味方が特別な感情、あの穴と元の入り口から同時に出る。そうすれば兄はどちらかに対応する。好きなら殺す。その隙にエレンは兄を兄がいない方から逃げて。待てよ。やっぱ味方俺好きだわ。それじゃお前らどっちかが死んじまうだろうが。ここにいたって3人とも死ぬよ。やるね味方。位置について。また同じ状況だよ。自分がやらないから仲間が死ぬ。そういうことや。味方アルミ早く動かんかい。なんでお前らは戦えるんだよ。リヴァイ班のことを思い出しな。もうこればかりは割り切りごめんだよ。切り捨てごめん的なね。世界は残酷なんだから。そうなんだよね。世界は残酷でって歌ったな。そこだ。そういうことや。
これが現実や。諦めんかい。かわいそう。諦めんかいって言ってるのめっちゃかわいそうだよ。マジで思いっきりクリーンヒット食らったんじゃねえのこれ。はい。ウォルシーナについて。首都であるウォルシーナにはおよそ20万人が住んでいる。原則として王室およびその何これ緑者、緑者っていうの緑者なわけねやな。緑者の意味がわからない緑者とはコメントお願いします。の移住区とされているため特別の市民権を必要とする。特別な市民権をの方が僕ね、特別の市民権をってなんかちょっと日本語として正解なの。特別な市民権を必要とするが正解な気するけど、っていう外人が日本語に疑問を投げる意味がわからん。コメント欄お願いします。はい。特別の、特別の市民権、特別なじゃねえの、わからんけど。駐屯兵団や調査兵団で功績を上げることで市民権を得られることもあり、はいはいはい、貧しい人々が安住するための唯一の手段であると考えている。そうかそうかそうか。じゃあ兵士はまあ、うん、生きやすいっつうことやな。うん、まあ、からの既得権益にどんどんなっていくんだろうね。そういうことやろうな。おー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 、やばいぞ。早動かんと仲間死ぬぞ。もう何振り構ってらんないよ。自分も相手もこういう状況や。うわー、このなんかスピード感ある演出。うおおお、やるやる、ミカサ。いいね、ダイナーと同じような展開だよね。今度はガチで潰しに行ったけど、シババーって。今助ける。ほい、グリーンヒットじゃねえか、マジで。何やってんだね。いや、やばいよこれ。おーおーおー、攻めてきた攻めてきた攻めてきた。いや、行きたいけど無理だよね。天下なく喪失もあるし。かマジ柵がやべえな。すごいわ。うわお、いってえ。岩が超痛いやん、こんなの。痛いじゃすまんけどな。大怪我もんやで。お、来た。ここから外には行かせん。援護。ここにリヴァイさんたちがいつのタイミングで来るかだよね。それは気になるわ。何があったんだ。おお。小屋。ここはいい。状況を見てこい。何も知らんからな。憲兵だ。何も知らんわ。さっきの爆発のような音といい。ライル。お。すぐに全兵を派兵しろ。来た。巨人が出現したと考えるべきだ。何を言ってる。分かってるからね。ここはウォールシーナだぞ、うん。巨人など現れるわけがない。現れたんですよ。待て。動くな、家が。お。家が。もう終わりだ。おお。二度とその名前で呼ぶなよ。こいつら面白いな。団長、ジャンと俺も行きます。エレン、装備は第4班から受け取る。お互い切り合いあってんだけど。了解。馬面なのな。威勢がいいのはいいが、死なねえ工夫は忘れんなよ。おお、はい、いい優しさだよ。強い言葉だけど優しさなんだよ。とにかく死ぬなっていうな。おお、かっこいい。おい、エルビン、かっこよ。動ける者は全員続く。え、リヴァイさん、この格好で付けるの。リヴァイさん、かっこいい。待て、状況見らんかい。どんなボケたんですか。やっていることは王政に対する明らかな反逆行為だ。ライル、てめえの脳みそはその薄らひげみたいにスカスカか。ほう、何が起きてるかもわからないらしいな。装備を外せ、エルビン。どうなる。巨人がいる。どうしてこんなところにいるの。まあ思考停止が多いな。まあ状況としてはわからんでもないよ。急に変で押し出したら。なんで。でも巨人の方に行けよ。普通に考えて。しやがって。しかも調査兵団悪いことしたこともないやん。本当はあっち側にいられたんじゃねえか。それがどうしちまったんだかな。って言いながら向かってんだぜ。クールな男だな。そうそう、どうだ。そうだそうだ。なんかこれもコメントでもらいました。てかいつも本当にみんなコメントありがとうございます。なんか声優さんが確かグランロデオのボーカルさんですよね、あのジャンは。でグランロデオのそのジャンの声優さんが好きだっつうことでラジオを聞いてて、そこからの、まあ、流れからのジャンイコールその人で声優決まっていって、でからのやっぱ好きな声優さんっつうのもあって、これは簡単にジャンを殺すわけにはいかねえぞって余計になったっていう話をなんか聞いたんですけどもね。面白いですね。グランロデオめっちゃ好きなんですよね。ダークシェームっていうような曲があったんですけどもね、めっちゃかっこいいんですよ。ぜひ検索してみてください。歌って声優もやってていいよな。西川さんの件もそうだけど、西川さんの声優さんね。おお、いいね。うわー、こいつマジしっちゃかめっちゃかやな。あー、そうだよね、立体軌道すべて分かってるからね。終わらせない。うわー、すげー、すげえ、超いい映像。おお、たどり着いた。エレン、おい、何やってんだよ。ジャン、エレンがこの下に。そっ
戦じゃ巨人になるはずだったろ。めっちゃいい声だな。できなかったんだ多分。いやもう死んでるやん。メガタの正体が兄だったのがブレーキになって、うん、何とにかく助け出さないと。じゃあ手を貸して。いやいやいや、できなかったエレン。お前ふざけんなよ。ふざけんなよ。お前に頼むって言ったはずよな。お前なんかに世界や人類や、このシーン自分の命を預けなきゃなんねえ俺たちへの見返りがこれかよ。おお、そこか。マルコはな、おお、わお、うわ、まだこの曲だ。エレンが巨人化発生した時もこの曲だったよね。さっきのあいつを何とかしねえと。うわ、エレン、前にジャンに言ったことがあるんだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。おお、化け物をしのぐために必要なら木の上で人間性さえ捨てる。きっとあれはそれができる、うん、なあ、何のためかは分からないけど、でも、うん、それができる者が勝つ。確かにね。うわ、しかもそれをやった覚えた結果、将来エレンがそれをやるんでしょ。目的を達成するために化け物になる、まさに進撃の巨人。うわー、リンクすげー。かけたのはここからだなんて負け惜しみも言えなくなるぞ。わお、気を引いてもダメ。了解。気を引いてもダメですね。さあどうする。いや、ジャンかっこいいな、マジで。いや、アルミもすごいよね。なんか、ヒリキエみたいな感じなんだけど。なになに、分隊長、目が泳ぎすぎです。だから、この一緒にいる兄ちゃんもなんかいい味出してるよね。同じ手は食わねえだろうな、これは。いや、食うんだな、これが。食わねえな、と思ったら食っちゃったんだな。あー、でも少なくね、大丈夫これ。おー、少ないね、やはり。あ、でも倒れた。おー、からの、お、すげえ、これは。すげえ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 。同じ手は食わないかなと思ったけど、食うし、プラスアルファだし、わー。三次作戦なんて出番はないと思ってた。なんか、巨人の、そういう漫画の、あれみたいだね。小人が捕まえるみたいな、そういうシーンみたい。さてと。おー。さあ、ハンジさんの対応は？おとなしくするんだ。このハンジさんは怖いぞ。ここじゃこの間みたいにお前を食い尽くす巨人も呼べない。おお、確かに。でも大丈夫、うん、代わりに私が食ってあげるよ。かっこよ。お前からほじくり返した情報をね。うわ、やるね。振りほどいた。さすがに罠の数が足りなかった。このロックの感じ、逃がすな。おい、めっちゃかっこいい。ダダ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 ダ、めっちゃかっこいい。何も捨てることができない人で、からのオーケストラみたいなさ、何も変えることはできない。コーラスがクール。わかってる、俺はそこに。いや、もう死にそうやん。仲間や、その絆にすがって失敗した思い出せ。いやー、作画すごい、動きやばい、スピード感がたまんないよね。超いい。おお、思い出せ、思い出せ。これはやばい。1話もまさに、あの、思い出したっていう感じだったもんね。おー、正しいかどうかなんて考えてる暇はない。その曲動け、綺麗事で終わろうとすんな。いいね。うわお、あー、絡まった。世界は残酷なんだ。うわお、そして絵のタッチがすごく素敵、唇がプルンとした。ナイス、来た。さあ、ここを使うしかねえぞ。ここで飛ますか、逃げるか。おーおー、来るぞ。猫ちゃんは猫と血がなんか平穏と、このなんか戦いのいい描きになってんだな。来たー、来た来た来たー。わお、初じゃねこれ、思いっきりクリーンヒット、ナイス。いや、今のエレンはやばいよ。ブチギレだぞ、ブチギレ侍。ザラに突っていく。てか、こんなにエロくないおっぱい初めて見たな俺。やべえ、最後の言葉が最悪だった。アニメが終わる最後の一言がクソだったわ。こんなにエロくないおっぱい見たことないって。いや、本当にね、あの、女型の巨人のおっぱいエロくねえんだよな、マジで。わあ、大きけりゃいいって問題でもねえな。
い、ということで今回はこんな感じで続いて25話見ていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタン、そして通知ボタンマジでお願いします。ベルマークがっつりともうベルマーク鳴らしまくってください。お願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!